はい、どうもタンタンでございます。ケリーのウクレレ入荷しておりますのでご紹介いたします。こちらはですね、コンサートサイズのハワイアンコアモデル CGV というモデルでございます。こちらまあボディオールハワイアンコア単板でできているんですけども、見た目は非常にシンプルな感じになっております。まあ、細かい木目はホームページをチェックしていただけたらなと思うんですけども、細かいカーリーとかはあんまりないんですけども、比較的こう濃い感じ、ちょっと渋みがあるような木目になっております。そして指板もこんな感じになっておりまして、まあ、ネックはマホガニーでできております。そしてヘッドはこんな感じ、もうほんとヴィンテージウクレレの雰囲気になっているんですけども、まあこっち横にペグ出てないんですけども、しっかりと今回こちらですね、ケリーは UPT のペグが採用されております。これで操作性もバッチリといった感じになっておりまして、ケリーのですね、まあ、一番大きな特徴でございます、こちらのサドルとナットですね。この2箇所が、まあ、弦を支えている部分になるんですけども、こちらが木材で製作されております。まあ、比較的牛骨だったりとかが多いんですけども、ケリーはここの弦を支えている2箇所をですね、木材にすることでより材の、まあ、木材のこう温かみのある雰囲気というのをしっかりとダイレクトに伝えてくれている感じになっております。はい、このようなサウンドになっております。さっきまでソプラノサイズ弾いてたんですけども、まあ、コンサートサイズになるとより低音が出て温かみもより増す印象でしたね。まあ、こう木材の雰囲気がお好きな方とか、なるべくこう丸い感じのサウンドが欲しい方にはぜひおすすめしたいウクレレでございます。でオールハワイアンコアの、まあ、コストパフォーマンスもかなり優れていますので、お値段少し抑えめのハワイメイド欲しいなという方にもぜひチェックしていただけたらなと思います。というわけで本日はですね、ケリーの、コンサートサイズハワイアンコアのモデルでございます CGV ご紹介いたしました。皆様からのお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。